こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。はい、何です？前走中日新聞杯1着でしたね。ということで、もう一度なんか返信があるんだったっけな。作物ができてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。キーワムシ。そういえばさ、お、宝塚記念ガチャですね。今日宝塚記念です。オレンジピール。ガチャも引いちゃいましょう。あ、ダメだ。もうちょっとですね、春のマイルガチャのチケットが引けるまで。クエスト達成、やったね。お、嬉しいか。はい、何です？状況です。お、いいじゃないの。当然調子回復。いい感じだね。さあ、レース出るかな。日経 CG 杯はちょっと見よい、距離が長い。これなら AJCC の方がいい。調子はいいですね、引き続き。か。はい、何です？一番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。
インディライミですね。インディライミ松井田ゴッホ、もう2頭が相手になります。テレスコライトか、他はの名物重賞、ここから始動する馬にも注目です。アメリカジョッキークラブカップ2200m、 なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。1番インティライミが先手を取ります。5番フサイチアウステル、外から行こうというところ、シルクネクサスが上がってまいりました。それから9番トリリオンカット、インテレット、それからブラスポジション、もう一頭2番マツリダゴッホ、そしてその後ろからヘアセルソン、そのうち3番ラッキーブレイク、それからもう一頭ジャリスポライト、テストウィング、カタノパラダイスがその後ろ、もう一度前の方でありますが、シルクネクサスがレースを引っ張るようになりました。ちょっと離れて5番フサイチアウステルであります。インティライミがそのうちにいます。外を通ってトリリオンカット、ばらけたレース展開であります。インテレット、そして6番手に2番マツリダゴッホであります。外から1頭ブラスポジション、そしてその後ろから4番エアセルソン、その外からはジャリスポライト、ラッキーブレイクが並んでいっています。まもなく第3コーナー、12番テストウィング、内を通りまして8番カタノパラダイス、4馬身くらいの差をつけてシルクネクサスが先頭です。ちょっと離されまして5番フサイチアウステル、内から1頭1番インティライミ、その外トリリオンカット。さあ場内が騒然としています。場内が騒然としています。先頭行くのは11番シルクネクサス、カタノパラダイス、ものすごい足、インテレット懸命に追う。シルクネクサスが抜け出した、捉えるか、インテレット頑張る頑張る、弟インテレット、マツリダゴッホが2番手、外を通ってカタノパラダイスか、1着カタノパラダイス、末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。よく届きましたねこれ。これ殿堂入りかな。まあ当然の結果だよね。1着8番、または意外と得意なんですね。3着7番、以上のように確定しました。まだまだ先は長いよ。男坂、捨てるの大事。結構体重戻しきれなかったね。一応大事ですね。いい感じだね。これで細いんで。はい、何です？どんどん放牧、放牧で馬体重を戻していきたいと思います。入球、これ大阪杯ですね、明らかに狙うのは。入球にやったらドバイも悪くないかも。いい感じだね。いい感じだね。残り週も少なくなってます。
はバッチリだね。お、嬉しいか。よしよし、来週の大阪杯にします。残り週は10周切ってきました。もう短いな。いい仕上がりだね。成長促進もある。お、嬉しいか。レース出しましょう。よしよし、ケータ変わったなしだ。はい、何です。バタージはベストです。次回最終回かな、それともあっという間ですね。2番人気だね。1番人気は名称サムソンか。ただいまより投票受付を開始します。結構長距離みっちりできたんで勝ちたいですね。これはもう大阪杯です。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。9番シャドウゲイトが先頭に立ちました。12番コスモバルク、外から行こうというところ、内を通ってアドマイアメイン、シルクネクサス、そして5番手に6番インティライム、タガノデンジャラスがその後ろ、赤い帽子にご注目ください。これが一番人気の名称サムソン。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、それからこれも人気を集めております。カタノパラダイス、そしてそのうちに7番ローデングロイツ、サンバレンティン、8番国交それぞれ、しんがりから11番アサカディフィートであります。もう一度先頭から順番に参りますと、先頭コスモバルク、わずかにリードしている。そのうちアドマイアメイン、それからもう一頭9番シャドウゲイト、そしてその後ろから5番シルクネクサス、インティライミ、タガノデンジャラスがそのうちにいます。おっと、ここにいました名将サムソンと石橋騎手、手応えはどうか。カタノパラダイス、そのうちにローデンクロイツ、2番金色の馬体、サンバレンティンであります。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、カタノパラダイス直線伸びてくるのかどうか。先頭川田とアドマイアメイン、抜けた抜けた、12番コスモバルク、外から来た来た、カタノパラダイス一気に襲いかかる、1番外から10番カタノパラダイス、このまま粘れるか。コスモバルク外、カタノパラダイスが来ている、長野デンジャラスがカタノパラダイスか、首の上げ下げ、さあこの一着は際どいぞ。返しますね、やりました。8番8000円、ついに大阪杯 G1 を制しました。やったね。1着当番、2着1番、3着12番以上のように確定しました。走れて2走かな。
た飛ばしていきましょう。ということで、入球できる体制になりましたが、ちょっと宝塚記念までは週が多いんだよな。他敵距離がないので、おそらく次走 WBC に挑戦するのではないかと思いますね。まあ7750枚ですか。武豊になってから本当に安定して上り馬になりましたね。次走が楽しみです。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。今回はここまでです。今まで遊んだスターホースポケットを記録プレイリストに載せております。説明欄にアドレス記載してます。ぜひご覧ください。またブログ、ツイッターやっております。こちらも説明欄にアドレス記載してます。よろしければご覧ください。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。